けど、ごめん先に謝っとく。体調悪いんですよ、めちゃめちゃ。そうごめんねみんな昨日からずっと喉が痛くて、で今日はずっと偏頭痛がやばくて、とりあえずもう本当に偏頭痛がやばすぎてやばかったんですけど先ほどまでずっとお仕事終わってレッスンしてしてました。そうなんです。お疲れ様ですちょっと待ってね。3日って私さ公演だよね、あれ違ったっけ、もう何もわからない そうだよねということは、え、気づいたことがある。私めっちゃ忙しいなんか知らないけどめっちゃ忙しいわ。なんでだろう、嬉しいけど休まる暇がないわ。でも配信は全然できるので、合間とかあとはお仕事終わりとかは全然できるので、あのそこは心配しないでください。あ、で今日もう先に言っておくんですけど、これあの今日の配信中途中定期であの30分ごとぐらいとかでいいんですけど、誰かが流してほしいんですけど、ちょっとお願いしたいことがあって、今日はサイン書きます。それでなんかいつも1位から3位の人ばっかりずるいって言われてうざいのでなんかさ、これアイテムって何があるのかな。いつも有料アイテムちょっと見よう。そんなに珍しくないやつだとみんなに書かなきゃいけなくなるから、なんか珍しいやつって何？うざいの、だってうざいのも毎回毎回だってさ、頑張ってる人たち書くの何が悪いのって思う。だから3位から1位の人にももちろん書くんだけど、その他に1人今日は NGT でなの、
え、どうしたらいいかな。なんかアイテムこれ投げてくれた人にとかやりたいんだけど、何がいいと思う？みんなで考えて。もう私わかんないどうしたらいいんだろう。ちょっとチーク塗るね。血色があまりにもないから。それだとみんな投げるよ。タワーにする？タワーにする？タワーだったらでもいっぱい投げられちゃっても困るしなって思ってどうしようって思ってるんだけど、何がいいかな。うん、なんかみんなもかわいそうだし。そうなるとランキングしかでしょ。そうなんだよ、結局そうなのクマ10個。季節のタワー、季節のタワーあるんだ。じゃあそれにしようかな。季節のタワー投げてくれた人に書きますランキング奇数とか。そしたら2位の人めっちゃかわいそうじゃない、こんな頑張ったのに猫と月のやつね。じゃあそれにしよう。そういう設定にしておいたらみんな文句言わないでしょ。だって頑張ってるだもん、1位から3位が。それはもう答えてあげたいよね。今日は季節のタワーを投げた人にサイン書いてくれます。うん、それでいいかな。でも1位から3位も書くよ。1位から3位とそのタワー投げてくれた人に書きます。じゃあそれで文句はないですかそれで文句ないですかね。タワー投げたら1位から3位になりそうだけど、あ、そっかむずじゃあどうしたらいいの。クマとかにする？クマとかだったらいけるんじゃない。クマさん、いや分からん、もう1位から3位でよくねって思うんだけど、どうやったらみんなの全ての祈りに応えられる伝えられるんだろう。難しい。全ては無理だ。でもほら、めったに出るもんじゃないから、季節のタワーにしとこう。うん、それでまあ1位か3位の人とかぶってたら、まあそれはそれってことで頭痛い今日でも
たまたま持ち合わせてた痛み止めが全てなくなってしまっていて、そしたらつぐがくれたの。マジで天使かと思ったあるよって言って、天使かと思った。マジで本当にそれで私頑張れた良き。リカちゃん今日も可愛い。ありがとう。あ、そうだ、私さ、あれしてない、あれ宣伝ずっとしてないから、オピメアートがね溜まってるんだけれども、ちょっと待ってね。なんかね、誰か書いてくれてたんだよ。これだ。何？県民賞出ます。30かな、9月30日です。出ます。オピメアート久しぶりにしようかな。絵は描けないから描こうがいい。全然大丈夫だよ。てか名前変えた？名前変えたよね、このピメちゃって人。前の名前何か教えて、あの私にこっそりでいいから。どの、どの子二人ぐらい見当がついてて、どっちなんだろうって思ってるから。よくわかるの。わかるよ、みんなのことどれだけ見てると思ってるのみんなのことマジでもうほぼ全員ぐらい覚えてるよ、私のファンは。あー、はい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 。なんで変えたの名前？あ、かぶってたから。女の子のファンとかぶってたからだ。そういうことでしょうね。え、そうそうすぐ分かるの、すごいや分かる、もう全部分かる。もうみんなのことめっちゃ見てるから私頑張って覚えてもらえない。覚えてる。と
通りすがりみたいなファンも覚えてますか？覚えてるよ。私他の人のファンも分かるもん、大体。バレも把握してるのすごいなって思いました。え、めっちゃ見る。だってツイッターめっちゃ流れてくるから。アイドルになる前からそんなに記憶力いいの？あ、でも暗記系は私得意でした。だから、うん、振りも覚えるの早いし、若干マジで本当に少しだけカメラ目みたいな感じかも。そんなに全部覚えられるわけじゃないけど、カメラ目ってわかります？パシャッパシャって、こうなんか見た光景ずっと覚えてるみたいな、写真みたいに脳で記憶してるみたいな。若干マジ本当若干カメラ目の可能性がある。自分ではあんまり気づいてないけど。うん、ってよく言われる。絶対それカメラ目だよって。私さ、全部さ絵で思い出す、覚えるんだよ。なんか立ち位置もあの番号で覚えてなくて、何番何番って覚えてなくて、誰と誰の間で覚えるのね。だから番号何番って聞かれても私分かんないの。何番、え、この曲のこの時リカちゃん何番って聞かれても分かんない。誰々と誰々の間ってしか答えられない。本当にそうなの。で、ただ数字が本当に弱くて、数字はマジで覚えられない。文字で覚えるのすごい苦手ですね。道を覚えるのも得意。うん、来た道は全部あのそのまま帰れます一回で。え、そうそうなの。ほんとそれぐらい。でもほんとそれぐらい。 そんなになんかほんとにすごい記憶力マジやばいみたいな感じはないけど、人並みぐらいにはできる。方向音痴ではある。地図は読めないから。でも一回連れてってもらった道とかは全部覚えてる。あの文字とかあの平面で記憶するものが私無理なんです。わかる。見たものは覚えられるけど、でも多分脳みそそっちに全振りしてたから、数学はもう本当に壊滅的に分からなくて、てかなんなら算数からできなくて。思考のさ、なんかあの なんて言うんですか、例えば国語だったらこう情景を思い浮かべて、こことここを当てはめるみたいな感じじゃないですか。答えだってその文に書いてあるから。だけど数学は本当に分からなくて。公式もあの公式が一番覚えられなくて、だからもうなんか動きなら覚えられるんですよ。だからなんか数字をどこに動かすっていう言い方をしてくれたら分かるんです。必算とかも
ここで引いた数字をこの上に動かすって言ってくれたら分かるんです。だけどここから引いた文字をここに書くって言われたら分かんなくなるんです。もう分かりますか、私の言ってること。一緒じゃんって思うかもしれないけど違うの。本当に本当に。だからもう照明とかもへりくつやんって思うわけ。そう。あ、これもしかして季節のタワーかな。待って、誰だ投げたの。フォッカーさん、フォッカーさん、ちょっと待ってメモんなきゃ。メモろ、フォッカーさんね。一応こちらでも記憶しておきます。でもだから、でも私今これメモったけど、あのね、あれなの、みんなさ、例えばなんか大きいコンサートとかライブとかだったらメモ持って演出つけるときメモ持ってね、私はこの曲の時何番に行って何番でやるみたいなのやるんだけど、私は一回ちゃんと立って、あのみんなとリハしたらもう覚えるから別に書かなくてもいいの。だからすごい不真面目みたいに思われるんだけど、メモった方が分かんなくなる。だってそのメモに頼るから。でもメモにこう書いてあるから、えどっちだっけってなっちゃう。自分の思考と食い違いが出るとんんってなっちゃうから、もう自分の脳で見た記憶したことでできるから、もうそれ以外のものにはもう頼らない。そう。でももう数字のズームのパスワードとかマジで覚えられない。英数字とか本当にわからないです、私ああいうの。だから私みたいな似てるなって思う人はドリル3回ぐらいやったらテスト満点取れますよ。私ドリル3回やってほぼテスト90点台でしたもん。ドリルっていうか、なんかなんていうの、問題文と問題の答えを丸付けまでやるのを3回繰り返すともうほぼ90点台取れます。パスワード忘れちゃいますね。ほいで私全部違うパスワードにしてるから、どれが何のパスワードだっけってなっちゃう。過去の自分との心理戦、そう。なんか本当にそうなんだよね。英単語なんかは単語帳の並びで全部覚えた。英単語は喋れば覚える。だからハローとかさ、ヘローって書くじゃん。でもテストって別に喋んなくていいじゃん。だからもうヘローで覚えちゃう。でもヘローはハローキティで覚えました。 HELLOKITTY ハローキティで覚えました私。
スペル？なんか私前にあの青春高校であの自転車のことビチリって書いたんですけど自転車のことビチリって書いたんですよ。つなってかっていうとそれで覚えてたんだよ。なんかビチリみたいな感じだったよなみたいな、それでビチリって書いちゃったんだよね。全然違ったけど。誰？チョロスケさん。ビチリ、あ、そうそう、ビチリ、じゃじゃ、ビッチリって書いちゃったのね。それでめっちゃいじられたんだけど、バイシコーだよね、バイセコーみたいな。え、自転車ってバイクでいいの？あ、そうそう、 CYC が私出てこなくて、あ、それだ、ビチェイレみたいな感じで覚えてたんだよね。それそれでそれが出てこなくて、え、何で覚えてたっけ私と思ってビチリって書いたら、マジでなんかすっごいいじられました。ビチェイレみたいな感じで覚えてた気がする。バセバ11は何か分かる？ベースボール。それ私もそれで覚えたから、ベースボールは。いや本当にそれで覚えた。あとクラスの陽キャの男子のツイッターの、あれ、あの野球部の陽キャのね、男子のツイッターの ID がバセバ11だったから調べ慣れてた。なんで調べてたのか、え、友達の彼氏でなんかすごい話を聞いてたから、そうそう、掘って、あ、でも何分前にログインしてるよとかいう話をしてた。もうその世代なので、そうそう、フォローしてなかったから調べてた。私学校の人フォローしてるツイッター持ってなかったんで ちょっと待って、みんな、みんな言いたいことわかるよね。ちょっとみんな空気って読めるか。みんな空気って読めるか。
でももう絶対そんな来ないと思うから、まあまあまあ、まあこれぐらいだったら、うん、まあ、これぐらいだったらね全然大丈夫です。はい、書きます。全然全然全然いいんだけどね、全然全然いいよ、嬉しい、ありがとう。おびえの担任にしたの名前あ、全然、うん、大都会ってなんかあのとんでも動物園だねこれは着飾った犬と猫がこれ犬だよね、着飾ったクマ、これ犬だよね、着飾った犬と月を背負った猫っていう妖怪大戦争みたいな話になってる、とんでも動物園珍獣大集会あ、うさぎかえ、うさぎってこんな鼻だっけ、ピメいつもとメイク違うけど、もうね踊ってオチオチなんです、すみませんブスで今日は今日はね、今日はいつもはまあ割と人並みにあの見れる顔なんですけど、今日はもう本当にマジでドブから這い上がってきたみたいな顔してます、すみません、ホラー映画です、むしろすいません。犬なのか、犬だよね、え、これ犬だった、ってこういうさ口のうさぎ見たことある？私はない。薄いんだね今日も、ほらラメとかもほぼない、まつげもめっちゃもうガン下がりだし、すいません本当に、何の話してたっけ、勉強の話してたのか私多分得意なんだと思う、暗記とか、暗記じゃないか、記憶、みんなのこと見てるよ ごめん話そらしちゃったか、全然大丈夫だよ、高校生の時声変わりし、いや私 NGT 入ってから声変わりしましたね、だって青春時計聞いてみ、春の制服スカートやしって言ってるよ、なんてってなるから、青春時計歌ってみようか、多分めちゃめちゃ声変わりしてる、今の声で歌う青春時計、え、絶対私 NGT 入ってから声変わりしたと思うああ、すっごい
春の制服スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで君は全力走ってゆくよ風は後から追いかけてゆくよどうしてこんなに眩しいんだろうどうしてこんなに切ない僕はきっと恋をしている桜舞う日差しの通が遠くでいい何にも始まらなくていい声かけず一瞬だけ君と愛青空の七竹横断歩道を体丸めて膝に手をつき息を弾ませ空を見上げて汗の雫をそっと拭った青になったらまた飛び出してポニーテールがジグザグ揺れる僕はずっと思い続ける桜の木花びら散る音もレミこっちを振り向かなくていいその全ては夢の中一人で歌えないんだけど見るまで本当の願い隠したことをいざどこかで食いるのだどうかああで胸が苦しい恋人が青春いつだってこの角で偶然装いすれ違う後から追いかけてゆくよどうしてこんなに眩しいどうしてこんなに切ない振り返ったら青春活動限界時間外労働やばいやばいやばい本当にやばいこの曲マジで大変なんだよ実は偶然今青春時計の T シャツ着てる僕意識高いそれは意識高い意識高すぎくんやん NGT の日確かに今日 NGT の日なんだってねなんやら知らんけれどもあーっと、なんだっけな。みどもりかな。みほしが聞きたいです。みどもり？どもりが星になってる？みどもりいいよ。ああ。
あ、木漏れ日の下の葉の影は時折の風に揺れながら近づく季節のその気配一足早く空をめくったカレンダーここで煽って約束したうん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 って歌詞が止まってるまだ恋と別れ際口にしたこと待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね何回も見てしまった道の向こう君は来るか来ないのかなもっとちゃんと言えばよかった歌詞おー出てきた半袖のシャツの制服が歌わりじゃないとこわかんないね遠くからこっちへ手を振った金眼の僕はポケットのポケットメガネをかけてやってきた夏確かめたエモまさか会えると思わなかった去年と同じ今日この日に今恋と気づいたよ一年も時が流れて好きになると会いたくなる当たり前の言葉よねんねんね目の前僕は何を話せばいい二人ずっと見つめ合うだけセミがどこかで泣いてるおい歌詞夢の続きから全然出てこなかったもうマジ完全歌ってる待ってるのは待たせるより幸せな時間だよねんねんね何回も見てしまった道の向こうを君は来るか来ないのかなもっとちゃんと言えばよかった僕はそれでもときめくやっとああもうそろかああまだ来ないからまた来年あ結局来ませんでしたみどもりの時代に戻れあそんなに好き？歌詞こずがねずっとね遅れてみどもりくっそ寒かっただけ電波みんなの電波悪くない
ストレートのリカちゃんもか、久しぶりに今日はストレートっていうかもう全てが落ちきった後みたいな。でんでででんででででで、はじめはピンとこなかった、おぴめちょっと面倒な気がし、おぴめ聞かれることだけ黙ってう、超絶かわいいおぴめ、赤ちゃんみたいでかわいい、あちゃんちゃんも、早くコールがしたい。そうだね、確かに確かに今日バブミすごい。え、なんでだろう、メイクかな、薄いからからかな、わかんない。イケチェン、イケチェン、私イケチェン、リカちゃん使ってくれてありがとう、ギリコ、うん、使った、ありがとうね、書いてくれて。まつげか、まつげか、コンタクト一緒、コンタクトはいつもしてるやつ、ディファインみたいな、眼科でもらえるやつ。ケーキありがとう。待ってた、待って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 、検証さんだ、検証さん、音を立てて崩れ落ちてゆく、一つだけのかけがえのない世界、なんかありますか？あ、1位から3位も書くよ。1位から3位とターン投げてくれた人だから、あのみんな争わないで。もう今日はそのいつも1位から3位ばっかりずるいって言うから、じゃあまあね、いつも頑張ってくれてる人にっていうことなんで、あの別にあの投げてほしいわけじゃないから。投げてほしいわけじゃなくて、そういう救済措置を取ったということなんですよね。そう、めっちゃ言われるから。でも1位から3位の人が頑張ってるから、それはやってるんだよって。だから私はなんかその私の才のために1位から3位になるわけじゃなくて、あの
1位から3位になってくれたからサイン書いてるだけだからっていうのをまず念頭に置いといてほしい、うん、でもあまりにも言われてうざいからちょっと今日はじゃあターン投げた人に書きますって言ってます。どうやったら1位取れるの？1位は星いっぱい投げたりコメントたくさんしたりアイテム投げたりした人が1位になります。だってうざいんだもんえ、めっちゃ来る。この間なんてね、なんかそんなことばっかりしてたら視聴者いなくなるよみたいな来て、え？みたいななんかそんなことばっかりしてるから視聴者がどんどん減ってるんだよ。リカちゃんはなんかそうやってなんか特定の人にばっかりそういうことばして、なんかもっといろんな人のこと見てほしいのにみたいな、いや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 、じゃなくてじゃなくてっていうことなんだけどね。まあまあで来たからめっちゃ長文でうざっと思ってまあブロックしたんですけど、でも同じようなことを思ってても言えない人がいたら嫌だなって思ったから、リカちゃんの気分害したくないから言わないけど本当は一緒のこと思ってるよっていう人がいたら嫌だなって思ったから、今日はタワー投げた人に書きますって言ったんです。そう、まあブロックはした、うざいから私に意見してくんなって思ったからブロックはした。そんなになくなる特殊な訓練受けた2割を舐めすぎ、それね、ここにいる人たちみんな猛者だからな。お姫のような人間になりたい。いや、私のような人間になるとどんどん周りに人がいなくなるのでやめた方がいいですよ自分を幸せにするためだけに生きてる私だから悪いけど、私が幸せになるためにみんなにも笑顔になってもらう。私はみんなの笑顔が幸せだから。うん、だから邪魔してくるやつとか私に迷惑かけてくるやつとか、それをなんか阻んでくる、私の行く手を阻むやつはもう全員嫌い私の人生にいらない、排除する。みんなにみんなのことを悪く言う人たちも私の人生にはいらない。だってみんなの笑顔を奪ってるわけでしょ、それは私の人生にいらない。でも私がみんなの味方なのはみんなの笑顔が見たいからであって、結局自分のためなんだから、それは本当に申し訳ないと思ってるでも申し訳ないけど私はそれが幸せだと思ってるから、私は幸せ、私が幸せになるためだけに生きてるから、もうそれだけ、本当それだけ、他の人とかマジでどうでもいい本当にどうでもいい。ね、だって別に私は私のこと好きな人たちが笑顔でいることが幸せだし、みんなは私とかのパフォーマンスとか、まあ、活動を見てて笑顔になってくれたらそれでいいし、だからみんなも私を利用してくれて全然構わない。
自分が幸せになるために私を見て笑顔になれるって言うんだったら全然利用してもらって構わない。それは私もそうしてるから。思ってること教えてって言うから言ったのに。何？あ、これ前に何か書いてあった、もしかして読めなかった、ごめん。何か言われたの？ああすごい、ありがとう、ごめんね。あのね、そういうつもりで言ってないマジで。本当にあのみんな空気って読めるか。いや、いいんだよ、全然いいんだけど、あの本当にありがとう。でも別にあのそういうあれじゃないからね、ありがとう。はいはい、ゴリエムさんね。はい、読んでる。ありがとうみんな、でも本当にありがとうね、ありがとう、全然いいんだよ。ケーキありがとうね。文句系の DM 来てそれについて思ってることを教えてって言われて素直に言ったらブルー返された。でもさ、そういう人ってもうネットにゴロゴロいるからマジで相手しない方がいいよ。自分の時間を使うだけ無駄って思う。そんなことね、知ってる暇あったら私のこと見ててください。その方が多分幸せになれます。ありがたわですね、本当に本当に、ごめんねみんな。じゃあそういうつもりで言ってない。もうどうしたらいいんだろう、私の心が張り裂きそうだよ。こんばんは、こんばんは。ちょっと待って。待って、あ、ほんと、ちょっと待ってね。あ、オッケーオッケー。あの、珍獣大集合。オッケー。二日とかに分けようかな。二日とかに分けようかな、なんて思っちゃったりしてる。うん、ありがとうねみんな。なんかさ、あの使い道どうしたらいいのってよく言われるんだけど、あの、まあ、アイコンにしてもらったりロック画面にしてもらったり、あと印刷してなんか写真立てに入れて飾ってくれてる女の子とかもいたから、あ、お、男性のファンの方もやってくれてらっしゃったんですけど、でももうそんな感じで使ってくだ、何でも使ってください。はい、何でも使ってください。そう、プリントしてね、写真立てに入れてテレビの横に飾ってるよっつって お話し会の時に見せてくれた女の子がいたから、それ私めっちゃ嬉しかったから、うん、ありがとうね。印刷しました。あ、ほんと？プリントしてマイメロに入れて一緒にお散歩。なんかさ、今サンリオでさ、めっちゃ可愛いさ、なんか写真とかうちわ入れとかあるんでしょ。私それ見てさ、なんかこういうのまで出てきたんだと思う。サンリオさんって本当に需要と供給をマジで理解してて。
サンリオが好きな女の子が何を好きかっていうのを全て把握してらっしゃるんだなって。だから誰なんだろう、なんかもう本当に拍手したい私は。なんかそういうの商品開発部の皆さんに、サンリオのね、よく見てるいや本当に本当に。たまにさ、なんかさ NGT のグッズとかでもさ、えなんで、何それみたいなやつあるじゃんどうしてこれにしたのみたいなやつ、あのあるじゃん。だったらメンバーの写真とかでいいんだけどみたいな、そういうのあるじゃん。たまにあるじゃん、たまにね。えディズニーとかも最近すごい、なんか最近すごいなんか、あオタクの気持ち分かってるって感じなの。そういうの出したいよね。あそうそう、生首ハンガーとかさ、なんかじゃあじゃあ普通にポスターとか欲しいみたいな。え、これ私だけかな。わかる、20周年グッズ全部ね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いんだよ20周年のグッズ。私めいちゃんの着せ替えだけ買っちゃった、可愛すぎて。クリスマスものもいつもギリギリで届くし、ほんとさ、クリスマスに間に合わせろってね、思うよね。だからもうほんと見習ってほしい、うちのフローラさんの商品開発部の皆さんも。なんだろう、おじちゃんしかいないのかな。オカピーはちゃんとし、もうオカピーしかもグッズ考えてないしオカピーはもうマジでちゃんとしてる、本当に。オカピーに2度ほど命救われてる私本当に。グッズ案出しって確かにユーザーの気持ちわからないと難しいよね。え、だからね、私は思うの、あのサイリウムとかかさばるし、なんか割れちゃったりするんでしょ。だからなんかサイリウムが入るなんかちょっと長めのかわいいポーチとか、まあ筆箱としても使えますみたいなやつとか、あとは内輪の入るサイズのトートバッグとか、そういうのが欲しいわけ。あとちょっとおたばれしないような、おたばれがしないようなのも可愛いなと思ってて、だから名前とかが全然書いてないみたいな。そう、ロゴだけ見て、あ実はなんかこのグループのやつなんだよみたいな。そう、話題にもなる、話のネタにもなるじゃん。それ何のバッグですか、可愛いですねって言われた時に、これはなんとかっていうグループでって言えるじゃん。もう欲しいし、
私生写真も普通に白壁で撮るんじゃなくて、あの HKT さんみたいな、あのなんかコンセプト生写真みたいなやつめっちゃいいなと思うんですよ。まあお金ないんでできないんですけどうちはお金ないんでできないんですけど、でもなんかそういうのとかもなんか喜んでくれるだろうなって思うし、なんか抽選のやつももっといいのにしたらいいの。例えばさ、なんかアクリル立ててでもいいからチェキとかさ、チェキ良くない？アクリル立ててでもいいから、なんかチェキ普通に嬉しいよね。ツーショットチェキ、どうせ今アクリル立てないと怒られるからツーショットチェキいいよね、やりたいフ背番号なしのシンプルロンティ、いやそれも私思う。なんかあの背中にプリント別にいらないなみたいな思いますよ。おっと違うか、びっくりした、なんかステッキ飛んできたから影分身したのかと思った。またこのなんかウサギか犬か知らんけれども、ウサギかこれ。でもなんか垂れ耳だからよくわからんな。やっぱタワー来たよねえ、そうよね、私間違ってないよね。ミッキュタン大丈夫なの？よく考えたら背中にプリントいらないでしょとか、なんか背中のプリントも別にさりげなくていいじゃん。さりげなくてよくない？このなんかうなじの下ぐらいにさ、なんかちょっとプリントあるぐらいでも可愛いと思うんだよね。ワクチン副作用で死んでました。え、だって死んでたのにタワー大丈夫？あとは私あのソロコンの時に出したんだけど、ウサギのぬいぐるみ、あれ超可愛かったよね。限定5体とかのやつなんだけど、ええちょっとねえ誕生日、私今日ハッピーバースデートゥーユーねえ誕生日なんだが、はい、わかったわかった、2日に分けますこれ、オッケー。毎日生まれてきてくれてありがとうさんやハッピーハッピーバースデー、なんでもない日おめでとうケーキのキャンドルをふうふう、あれよね、ちかちゃんとあやめだんごさんよね。一息で
さあ吹き消せよ君のためのパーティー始めよう。8月23日で、うん、そうだよ、そうなの、そうなの、合ってる合ってる合ってるよ。ハッピーハッピーバースデー。なんかうったおっと、でも歌詞遅れるからな。え、なんか私のファンの皆さんさ、もっと私のファンの皆さんってみんな結構あの言っちゃ悪いんですけど、なんかちょっとちょっとあのお金なかったんですよ。でも最近なんか潤ってるよね、みんな。どうしたの？いえ、もやしです。いや、って言うじゃん、みんな。なんかえ、みんななんかそうやって言うじゃん。でもなんか前よりめっちゃお話し会みんな来てくれるし、え、なんかどうしたんだろうってどうしたんだろうって思うぐらい、なんか最近皆さん潤ってらっしゃるんですよ。なんか謙遜してらっしゃってますけどね、本当に本当に。どうしたんだろう。移動費浮いてんだね。あ、そういうこと。そういうこと？外でお金使わなくなったからかな。あ、そういうことなのかな。でもなんかみんな、なんか最近、最近いいよ。最近なんか景気いい、みんな。どうしたの？私のファンの人ってみんなあのお金ないで有名なんだよ、総選挙の時から。うん、なんかでも最近なんか石油王いっぱいいる。わかんないですね。おい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 、大丈夫かこれ。私タワーに埋もれ死ぬんじゃないかと思ってきたわ。日光来たよね。オッケーオッケー、ありがとう。書くね、ちゃんと。でもちょっと本当に2日か3日に分けようかなと思う。急にストーリーズどうしたのってなっちゃうから。来年はリクアはやるかな。来年リクアはどうだろうね。でもなんかもう合同コンサートみたいな、そう48がね分社化しちゃったから、そういうのがあんまりもうなくなっちゃってきてて、中井理香かわいいな、ありがとうございますね。分社化したの。あ、そこから。もともと AKS という会社だったのが、バーナーブロッサム、フローラ、マーキュリー、
ジェストと、まあナンバーももともとそこだったけど、吉本だったけど、に全て分社化されました。はい、私何の人私何の人なんだろう。ブーシャーカラーカ、ブーシャーカラーカ、イエーイ。リカちゃん詳しいでしょ。マーキュリーがあの親会社一緒なんですけど、フローラと HKT さん、 HKT フローラは一緒って感じ。で SK はゼスト、AKB さんはあのあれバーナブロッサムさんで、ナンバーはもともと吉本なので、吉本なのかな。うん、そういうことで、あ DH か、それ何が違うの。 STU がバーナブロッサム、あれ AKB は DH って親会社じゃない。リカちゃんいくら株持ってる。株持ってないです私。バーナは海外で DH が AKB。 ああそうなんだ、詳しいね詳しいね。東京都緊急事態宣言解除後、イベントは午後9時まで。これあれじゃない、生ビール飲めるんじゃない、居酒屋で。そうなったならば一人で飲みに行くかもしれない。私そこ、いやそこだろ、私その生ビールのためにずっと禁酒してるんだから。ぶおじたんかな、うん、いやでも結局私なんだろう、インナーじゃなくてインドア派なので、インドア派なので全然もう多分外には出ないと思いますけど。ディズニーランド、ディズニーランドね、ちょっと規制緩和してほしいよね。もう人数少なすぎて、毎週戦争なのよ水曜日、知ってる。みんな知らないでしょ。私はもうその戦争したくないし、今ちょっと本当に怖いので、イベントも重なるし、それで行けてないっていう、ただそれだけなんですけど。びっくりしたでしょう。なんかお話し会でさ、上着着てたの私。そしたらなんかそれを脱いだんですよ、バッて。そしたらタンクトップだったのね。そしたら「ちょっと待ってちょっと待って」って言って、みんな慌ててた。その一人目の人がその反応で面白かったから、私何回かやったんだよこうやって着てて、イエーイって言って脱いだら、なんか「ちょっと待ってちょっと待って」ってなって、すごいみんな可愛かったよ。遊ばれてる味しめんなフ2割を持って遊ぶな。だってみんなピュアで可愛かったな。ちょっと待ってちょっと待ってって上着脱いだだけでした
最初の人がリカナチュラルに熱くなって脱いだの。そしたら、えっ、あ、びっくりしたって言ってやってて、え、かわいい今の反応何っつって、次の人にもやったら同じく、え、待って待って待ってってなってて、すごい面白かったから4人ぐらいにやった。面白くて、しかもなんかちょっとベージュの肌に色に近いタンクトップだったから夏のねお話し会で。今度のお話し会でやってくる。いや、もう寒いからできない。夏だったからできたけど。何をしてるね。それはそうなる。今脱いだかと思ったでしょ。Tシャツ着てました。羽織レベル100だから私、ほぼシェイミーだからほぼシェイミー、なんかなんやかんやしないと出てこないシェイミーシェイミーってレベル50で出てくるっけよね。四天王倒した後よね。ポケモンかな。ワン・ツー・スリーで飛び込め。てててててて、どれも全部ボールの中に。てててて、ポワー。大好きこの歌。シェイミは基本的に配布でしかもらえないよ。いや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 、だって私あれだよ、探して、あ、ダイパじゃないんじゃないそれ、私ダイパだもん。パールでやってたから、それシェイミ普通に四天王倒して草むらで探して出てきたよ。え、配布だっけ。裏技で取れるやつはあったけど、あ、それあれだな、同じ団地の人がやってたやつだな。でも、え、でも私捕まえた記憶なんだよね。配布だっけ、何で配布されたか覚えてる。映画、映画見たよ、私映画見た、映画館でダークライ。あれ、じゃあ映画じゃないな、シェイミって何だった。あれ、映画館でシェイミもらった。え、シェイミって捕まえるんじゃない、え、配布ってどうやって通信したら普通にでってってってくるってこと。不思議な贈り物。え、え、私草むらで捕まえた記憶あれちょっともう忘れちゃったんだけど、
シェイミのとこ行けるチケットが配布かな。え、そういうのもあった？なんせチャリで行けるとこ、チャリでしか行けねえとこがある街、マジでめんどかったな。もうほんとダイパーはそのイメージ、チャリでしか行けないなんかあの上んとこ、マジだるかった。あれでもさ、もうほんと今バト、もうほんと、もうマジみんな全員瀕死状態なのに、なんか急にさ、なんか目あったらバトル仕掛けてくるなんかクソ陽キャボーイみたいないっぱいいるじゃんね、チンピラ、チンピラみたいなだるがらみしてくる、なんかえ、もうポケモンセンター行きたいみたいな思ってるのにさ、お前もうこっち見んなよって、目あっただけでもうなんか、あ、バトルみたいななって、なんかテレン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 ってなって、もうほんとうざみたいな短パン小僧え、短パン小僧が現れたって言ってたっけ。それ言ってないよね、さすがに任天堂口悪すぎないってなるから。いや、もうずっと言ってて、お前もうこっち見んなお前マジでポケモンセンター行きたいって言って、バチ切れしてた私めっちゃ端っこ、もうこの崖スレスレこうやって撮ってんのに見るよねーみたいな。てってってってつってれれれれってってってつってでででてて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 て。わかる。もう逃げる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 。音楽の再現度高いそうでしょでしょ、めっちゃやってたからもう超覚えてる。トゥルルン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 ドゥッ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 ドゥ。やっぱリメイクは買うんですか。え、買おうと思ってる。通信しようみんな。最初のポケモンは何ですか。最初のポケモンなんかヒコザルに決まっとるやろがいそんなことはないかっこそんなことはない。ポッチャマも可愛いよね。でも結局私弟が持ってたから、弟にパワープレイして あれよ何回か最初から最初からってやって、あの全部預けて、それも持ってきて3匹全部持ってたっていうやつやってましたね。はい、うん、だから別に最初の最初誰とか関係ない。しっかりしてるやん姉強すぎ。いや、弟のもやったよ同じように。マジキャ2リメイク
マジキャって何？こんばんは。マジカルキャッツ。性格まであるからめんどくさい。あ、マジックキャッスルね。マジカルキャッツってただのすごい猫。マジカルキャッツってなんかすごそうな猫。マジックキャッスルね。マジキャって略すんだね。初めて知ったわ。9時までコールもミックスもありらしい。ガチ？え、じゃあティフ声出せるやん。まあ台風が直撃しなかったらですけど。じゃあちょっと声出してほしい曲あるな。みんな覚えてる？ミックス。うん、3連ミックス打てるやつなんだろう。言い訳って打てるっけ？打てないか。何がいいんだろう。練習する？君好き？いいよ。私ができるかな、ミックス。じゃあ練習してください。
おいしっかりしろちょっと待ってね。はい、どう？ダメだ、僕がその花を一生守ってる。君を信じてるよ、どうしてる。もう何も出なくなった。花ビリビリピョン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 。止まった、びっくりした。ちょっといい加減にしてよ。ちょっと待ってね、これでどう？あめっちゃカクつくもん、私が残像が残る。あ、もう歌詞出ない、歌詞が出ない。あ、歌詞が出ない。どう頑張っても歌詞が出ない。どうしようか。ルールはもっとちゃんとしてくれたのか。先が幸せ
頼むぜ、まったく頼むよ、君たちショールームさんよ、アップデートしてくれ。何がいいかな。なんかあったっけ。これ言っとくか。替え歌よろしく状態だった大好きなところ画面越しなのに大声で言っちゃった、声出してかわいい、なんそのかわいいエピソード。
そう、この曲おはこな。オーディションで歌うか迷ったチームメイトの時。ぴょん。これいつ終わんの？え？え？ずっとエコーが響いてる。え？これいつ終わんの？え？ずっとエコーじゃない？みんな、え、みんな聞こえてる？え、え、え、みんな、え、聞こえてる？あーよかった、びっくりした。もうちょっとでなんかエロい声出すところだった。遊んじゃうところだったわ、エコーで。危ない危ない。もうちょっとでエロい声出すとこだった。やばいやばい。ちょっと待ってね。あ、消えたかと思ってびっくりした。やばい、もうさ、ガックガクなんだけど、この画面が。どないしたらええん。うちわからん、こんなん、こんなんわからん。え、みんなのところはそうでもないのかな。あと私が好きな歌、私が好きな歌、みんなに聞こう。もう全くカクつかん。待って、私の見間違いじゃなかったらタワーが増えてる気がする。誰？こうなんか2人セットで来るの何なの？ゴーちゃんミクちゃんね。オッケー、みくちゃん数字じゃなくていい。名前。あ、あ、あ、どれね。はいはい。それじゃなくて大丈夫、オッケー。はっつい。今日プリンじゃないかってバレてるよ。これは1週間コースか。そうだね。うん、そうだね。なんかね、バグってね、下にねアイテムが出るようになっちゃってんだよね、こっちでは。え、ほんと私の電波が多分クソなんだと思う、本当に申し訳ないけれど。
かな。赤さ、た、友達じゃないかな。つ、ななこと一緒だったんだよね。
チーム8のオーディション落ちちゃった時にめっちゃ聴いてすごい元気を出してた曲で、これめっちゃ聴いてた。もううんともすんとも言わない、あれお治った、治ってない、え、いつ終わるのこれ、もう終わったよ、チャンスの順番、みんな見えてる？みんな？あ、見えてる？見えてる？ちょっと、あ、みんなに会えない。どうしよう。どうしよう。みんな見えてる？もっとわかんない。ん？うん。うん。タワーやば。え？え？タワーが。みんなさ、そんなサイン欲しい？あ、そう。そんなに自由あると思ってなかったわ、私。ちょっと戻らない。配信画面が戻らない。全然。あ、戻った。カクカク。あ、ちょっと滑らかになったかも。ちょっと戻ってきたかも。ちゃかくかく。見えてる。よかった。ちょっと待ってね。タワーが誰か見たいんですが、画面がちょっと切り替わらなくて、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。すぐ変わると、もうちょっとしたら変わる。ちょっと待ってね。あ、来た。みーちゃんと茶太郎さんかな。その前にも来てた？それで大丈夫？私が書いてないのって。みーちゃんと茶太郎さんで合ってる？もう画面が見えない。画面が見えない。コメントが見えなくなった。コメントが見えなくなりました。あ、来た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 。ブリブリさんも、あ、また見えなくなった。もうなんで。ブリブリさん、
もう一発来るかなと思ったけど来なかった。くしゃみ。NGT のギフトかわいいね。これ NGT のギフトなの。くしゃみありがとうございます。苦しゅうない。ランキングのポイントで来たある。今までのタワー読み上げていいですか。間違ってたら教えてください。チョロスケさん、フォッカーさん、猫爪さん、ケンショウさん、ゴリエムさん、エイちゃん、ミッキュさん、チカさん、あやめだんごさん、エリチさん、ホリモキさん、ゴーちゃんさん、ミクちゃんさん、ドレーさん、ミーちゃんさん、チャタローさん、ブリブリさん、どうでしょう。合ってる。よし、ありがとうみんな。じゃあちょっと配信自体は10時半までするんですけど、ここまでにします。ここまでにします。ここまで、ここまで、ここまで終了。ここまでに、ここまでにします。ここまで締め切り。ちょっとはい、また次の機会にということで。あとは1位から3位の人、これプラス1位から今日のね、1位から3位の人に書きます。さすがお誕生日。なんなら誕生日より来たんじゃないかなと思ってるわ私。今投げようと思ってた。ごめん、今日はここまで。次で次にしよう。もう終わりって言っちゃったからね、ごめんね。エブリデイ誕生日。ちょっともうこんなに来ると思わなくて。私言うたってタワーだからな。私のサイン、そんなそこまでしていらんだろって思ってたら結構来て、ちょっと結構ビビってる。結構ビビってる私。本当に、じゃあそういうつもりじゃなかった、マジで。違うんですよ、違うんです。本当にそんなつもりじゃなかったんですよ私。心が張り裂けそうです今。本当に大丈夫ですか皆さん。無理はしないでくださいね。本当に読みが甘すぎた。いや私マジで甘かったと思ってる今。もう大反省。大反省。なんか私がそうやって言っちゃったから無理しちゃった子とかもいたかなと思って、ちょっともう本当に大反省してる。そんなにも、謝罪としてはそんなにも需要があるものだと思っておりませんでした。誠に申し訳ありませんでした。結構人気者でね、ちょっとびっくりしちゃったよね。
いや本当に本当にすいません、本当にありがとうございます。本当にすいません、あのそんなつもりじゃなかったんですマジで。はい、上位3位よりは確実にもらえるからみんな投げたんで、そうあの3位争いを毎回こうほらしてくれてる人たちがいたんだけれども、それがちょっとあのあれだなって思ってたのと、あとはもう普通に言われまくったのとあって、ちょっと待って、ズボンのチャック開いてた。なのであのほんとに申し訳ないです。とりあえずまず3位の方々を書いてからタワーの方々は何日かに分けてやっていきたいと思います。もう一回読みますね。もう一回読みますね。チョロスケさん、フォッカーさん、猫爪さん、ケンショウさん、ゴリエムさん、エイちゃんさん、ミッキュさん、チカさん、ヤメダンゴさん、エリチさん、ホリモキさん、ゴーちゃんさん、ミクちゃんさん、ドレデさん、ミーちゃんさん、チャタロウさん、ブリブリさん、もうこれだけ、ここで締め切りました。これ締め切りって言ったまでに投げた人いないよね。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあこの方々にサインを、ストーリーズの方に載せるのでぜひ見てください。気長に待っていただけたら嬉しいなと思います。イラスト使ってもらった質問ありがとう、伝えたかった質問と普段からが伝えられるが、もう伝わってますマジで、本当にみんなあのね本当に伝わってるから返したいだけなの。違う、私が違うんですよ、伝わってるから返したいだけなんです本当に。だからあのなんだろう返すもの別に増やさなくていいんですよ皆さんは、いつも通りで。なんで私は謎に今すごい正座してるんですけど、いや本当にすいませんでした、ちょっと読みが甘かったですね、みんなこんななんか投げてくれると思わなかった。伝わってます、だからもう これ以上頑張ろうとか私も頑張らなきゃとかそういう風に背負わなくて大丈夫です。頑張ってる人たちのことは把握してます、頑張ってない人たちも分かってます。だから本当にあの頑張ってる人たちはもうこれ以上頑張らなくていいし、頑張ってない人たちはもうちょっと頑張ればいいし、それだけの話なんです。そういうことだから本当になんか別に何も強いものは求めてないだから本当に本当にそれだけの話なの。でも私がこういうことを言うと頑張ってる人たちがもっと頑張らなきゃって思っちゃうから、それは違うんだよっていうことを言いたい。もっと自分に甘くなっていいです皆さん、もうコメントしてくれて毎日見てくれていろんななんかねあの SNS チェックしてくれて、それだけで本当に嬉しいんです私は、本当に本当に。でなおかつこのいつも壇上に上がってくれてる方々にお礼の気持ちとしてサインをあげてたのが、なんかそれじゃずるいっていう話がいろんなねところから来て、まあ、言ってきたやつ全員ブロックしたんだけどあの本当に本当にそれだけなんですよ本当に。マシュマロでも言われたしね、でも頑張ってる人たちだからと思って返してただけなんですけど、それのために頑張ろうとしなくてよくて、
いつも通りでみんなはいいんです、本当に。ちょいちょい笑う。え、でもこんなに正直に喋ってるか、私の気持ちちょっと分かってほしい。本当にこんなに正直に全てを話すアイドルあんまりいないから、あの本当に分かってほしい。ストレート印の信頼。でも本当にフィルター通さなさすぎてみんなに怒られるんですよ最近。フィルターを通さなさすぎて、イベント終了のみたいな、なんか私だけすごいイベントやってたやつみたいになってるんだけど、全然してないから。なんでそうやって全部言っちゃうのって、あの仲のいい友達がいて、女の子で看護師さんやってる子なんですけど、だから今すごい大変だと思うんですけど、たまに私と相手してくれるんですよ。でその子がなんかでも本当に思うんだけど、ショールームとかもたまに覗くけど、なんであんなにそのまんまなのって言われて、え、ダメかな。いや私はアイドルってもっと作るもんだと思ってる、客観的に見てね。ファンのみんなになんかクソとかボケとかアホとか舌打ちとか普通のアイドルはしないって言われて、でもそれは私はファンの人を信頼しててそういうのやってもいいっていうこうなんか仲があるし、なんかまあ、親しき仲にも礼儀ありなんですけどね、なんですけどなんかある程度そのやっていいいじりとダメないじりは分かってるつもりではいるから、それをやるよって言っても言ったんですよ一応。でも言ってもなんか、いやでもそれは仲入りかだから成立することであって他の子がやると大炎上だよって言われて釘を刺されたので、ちょっとアイドル頑張ろうって思って6年目にして。6年目5 7年目かにしてちょっとちゃんとアイドルしようって最近思ったんですよね。っていうことを諏訪さんに言ったら「おっそ!」って言われた。ちょっと私もう最近思ったんすよっつって「もうマジでちゃんとアイドルしますマジで」っつって言ったら「いや遅っ!」気づくの遅って言われて、だからちょっとみんなはなんかあのショールームではまあいつも通り素でやるけど、ちょっと外のねイベントとかで私ちゃんとやるから、ありかちゃんちゃんとやってんなって思ってもう笑わないで見てほしい。それは完全に外向けでちゃんとやってんだなと思って、仕事してんなと思って見てほしい。その代わり曲中にはちゃんといつもの私でレッスンをするので。でも曲中ちゃんとアイドルになれるんですよ。私そこが偉いところだと思ってる自分で。だから、笑いはしないけど、いやだって絶対私恥ずかしいんだよね、なんか外のイベントでさ、なんかカーリーカーリーです、よろしくお願いしますみたいなやって、このユニットは NGT48 から派生したユニットなんですけど、私が
プロデュースさせていただいているユニットで、今後、NGT とはまた別にいろいろと活動していけたらいいなと思っています。それでは続いての曲に行きたいと思います、みたいな、かしこまって言ってる自分、客観的に見てすごい恥ずかしいんだよね頑張ってんなって思うだろうなって思うから、私、みんながいつも私のショールーム見てるみんなが、うわ、リカちゃんめちゃめちゃ台本覚えて頑張ってるなって思われるのが、思われてるだろうなと思ってやってるから、それ恥ずかしいよね いや思うでしょ、だってこれ見てる人たちは、あ、恥ずかしい。もうなんかショールームはなんかなんやかんやアップデートしろとかミュート機能つけろとか私はやいや言ってるけど、ショールームはマジ実家なのだからショールームのこと実家だと思ってるから、私もうここでならもうマジでもうなんかやってても大丈夫だけど、外に出た時にそんなことしてたらもうほんとマジでマネージャーにめちゃめちゃ怒られるから、ちゃんとやろ、なんか他の子のイメージもね悪くなっちゃうって言われるから、ちゃんとやろうと思ってだってなんで私めちゃめちゃその子とはもう7年8年10年ぐらいかな友達なんですよ、本当に中学校3年生ぐらいから友達だから、結構もう10年ぐらい友達、9年ぐらいか友達なんですけど、友達なんですけど、その人になんでそのまんますぎないって言われて、私と喋ってる時とトーン一緒じゃん、私の時に作ってんのか疑うわって思われたぐらい、本当にそういうことなの そうなの、だから本当に申し訳ないんですけど、これ素なんですよ みんなに隠してることといえば、さっきからチャック開けっぱなしだ、それも言ったかそれ言ったな、さっきチャック開けっぱなし、それをいいことにボタンも外してるっていう、今そういう状況っていうことは、今今日スキニーなんですよ私、だからちょっと苦しくてボタンも外してるっていう、今ね、実は聞いたねあ、そうそれも全部言ったし、あと隠してることなんだろうな、オセロめっちゃ好きとかいや全部言っちゃうのいや、そうみんながそうなんか傷つきそうだなみたいなことは言わないよ、みんなが例えばね、イケメンが好きとかさ、無料空所使える人じゃないと好きじゃないとか、そういうことは言わないよ、じゃないとほら傷つくから、みんながだけどあとはなんか本当は五条悟と結婚してると、あ、それも言ったか、言ったなみんなが傷つくようなことはあんま言わないようにしてるけど、本当に隠してることはあんまりないですね、知らなかったオセロめっちゃ得意な、私勝てる、マジで好き、オセロやろ、オセロって一番地味で一番誰もがやらないじゃん
あるけど、ボードゲームとしてあるけど、オセロって一番誰しもがやらないじゃん。人生ゲームとオセロあったら人生ゲームやるじゃん。そういうことなんだよね。だからなんか黒ひげ危機一髪とオセロあったら絶対黒ひげ危機一髪やるじゃん。ワニワニパニックとオセロあったら絶対ワニワニパニックやるじゃん。だから本当にあのあんまそのやらないんだけど、オセロめっちゃ強いから私。そうか。うん。何その偏見。オンラインでやろう。いやいや、オセロマジで強いからね、私言うけど。オセロは負けない。だ、私あのマジで特技の欄にオセロって書こうとしたけど地味だし、なんかオセロってやるタイミングないなって思ってあんま言わなかったし、なんか別に特に大会とかもないじゃん。だからなんかあの仕事にもつながんないだろうなと思って書いてないんだけど。韓国語は読めないな。なんて書いてあるんだろう。カムサハムニダ。カムサハムニダ。オセロなんか久しぶりに聞いたわ。え、オセロできる人います？やりません、一緒に。いや、なんかそれが例えばじゃあ花札とか百人一首麻雀とかだったら仕事につながるかもしれないじゃん。囲碁将棋だったら。けどオセロって絶妙に仕事ないじゃん。絶妙に仕事なくない？オセロ。囲碁将棋とかめちゃめちゃ仕事になると思うよ。だし麻雀も大会あるよね。大会あるし、プロの雀士さんとかもいらっしゃるので。でもオセロってマジでマジで ないじゃん。だから本当に一応国際大会とかあるみたいです。いや、なんかそのレベルでは戦えないんだけれどもみたいな。親戚で集まって何人かとやるぐらいだったら勝てる自信はあるんだけど、やっぱりあの世界ともなると舞台が大きすぎて、やっぱりちょっと気が引ける。好きだ、その言葉に好きだ、嘘はないよ、キスをしてキスをして、さあこの愛を確かめ合おう。弁解オセロっていう曲です。え、あるのかな、調べてみよう。ちょっとカクカクになるけど、ね、あ、
待って、あるかも。カップリングとか、うわ、ないわ、ない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 。君のことをまだ何にも知らないと好きですしかなかった。リカちゃん、もう少しで22時半に、あ、そろそろじゃあ終わりたいと思います。皆さん本当にたくさんありがとうございました。めちゃめちゃタワーもらって申し訳ない、申し訳ない、本当に心が張り裂けそうな気持ちですありがとう、なんかすごいたくさんね。配信切り替えをして、ありがとう。そう、この後ちょっとまた打ち合わせがあるんです。7位が賢秀さん、あー、カクついてて全然見えない。6位が見えないかもしれない。6位誰か書いてもらえるかな。で5位が、あー、わかんない、ちょっと待って、ちょっと待ってね、画面が切り替わるのちょっと待つ。7位が賢秀さん、3位がゴリエムさんかな。あれ違う、見えない、わかんない。1位が堀本さん、2位がミッキュ、3位がゴリエムさん、5位誰、6位茶太郎さん、5位ありがとう、6位茶太郎さん、5位フォッカーさん、もしや、3位ゴリエムさん、もうわからん、みんなありがとうみんなありがとうね、たくさん、本当に。で3位は順次というかやっていくので、ストーリーを楽しみに待っていてください。ありがとうございました、本当に。ちょっと舐めてました、私ファンの皆さんのことはい、じゃあちょっと今日はもうこれで終わります。ありがとうございました。全然終われない、もうね、カクカクマジでわからない。インスタ送っててありがとう。またじゃあやりますね。おやすみなさい、ありがとうございました、バイバーイ。終われない、一生終われない一生終われない。おーい、おーい、ありがとう。出てこない、配信を終了しますかっていうボタンが出てこない。これ終われないのかな。おっ。